さあ、驚異のレコード1分56秒1という時計が出ました。ニコラ・ピンナー騎手当選冗談、まあ、これあの馬主の島川さんにとっても G1 は初勝利ということに、はい、今年は、ね、まだ大変なこともありましたからね、はい、オーナーのところも、まあ、この馬もノーザンファームの、ね、セレクトセールイヤリングセッションフォゲッタブルと同期で、僕この馬すごい馬だなと思って、やっぱり値段も1億7000万とかいっちゃうんだなと思ったんですけど、やっぱり大成しましたね、ついにね。いやジャングルポケット、ノーザンテイストっていううちもあるんでしょうかね。まさにだからさっきカンパニーの話出しましたけども、はい、このコースも合うんでしょうし、うん、まあ、しかも今回はペース作ってくれた馬たちも全部、はい、もう外出しがポイポイ届くような展開にね、最後はなりましたんで、1段2段3段ぐらいのね、はい、本当にあの展開が左右したね、展開流れが左右した競馬でしたけどね。 1000m の56秒5ですからね、はい、よかったですよね。海老名騎手がそういうペースを作ったわけですね、まあ、演出したんですけどね、まあ、2番手グループがねちょっと早めに追いかけた分ね、はい、そのもっと後ろの組たちの方がね、末脚を生かせることになりましたけどね、まあ、そしてブエナビスタがちょっと伸びきれませんでした。馬券圏内を、はい、ついに外しましたね。そうですね、まあ、やっぱりこういった消耗戦ではやっぱり1年年を取った分が出たかなという気がしますけどね。まあ、ちょっとシルポートの作ったペースがですね、僕途中見てても本当かって思うようなペースだった。1000メーターが56秒5でしたからね、はい、あのアーネストリーの位置でも相当速かったんですね。速かったです。 あそこでもねかなり速かったはずなんですよね。ちょっと激しい競馬といいますか、ブエナビスタも伸びてはくるんですけれどね、ペルーサそしてねダークシャドウ、まあ、これまで1分56秒台の時計といいますとローゼンクロイツの、あ、ごめんなさい、京都の1分56秒8とかもありましたけども、東京で56秒台ってのはこれはもう相当すごいですね。早ぶられないでしょうね。しかも大川が57秒2ですから、はい、1個縮めてるんですからね。それはちょっと本当また古い話になりますけど、昔あのサッカーボーイが初めて57秒台出した時に本当かってみんなが思ったのと同じ次元ですよね。そうですね。まあでも当然冗談はやっぱり馬の作りだけ見たらやっぱり G1 馬にはふさわしいだけのね馬っぷりのだとは思いますよ。でまたちょっとレース直前にだいぶ入れてましたけども、あの引っ張ってくれたので流れにも乗りやすかったという面はあったかもしれませんね。確定いたしました。12番7番8番5番17番で、さあインタビューです。初めての G1 の勝利、今の気持ち聞かせてください。 So this is the first time to win a group 1 in Japan? Yeah, this is my first time that I win a group 1. How do you think about that? Well, I'm very happy because a win for me a group 1 in Japan today was very importantfor next year and next before. So, I'm very confident in Tozen Jordan. The race was perfect. Tozen Jordan today was a machine. あの来日した当初からあの日本の G1 レースを勝つことが夢でしたので、あのとても幸せに思っています。で今日の当選冗談は本当に完璧で、あのもう機械が操っているかのようにあのよくかけてくれました。もうとにかく嬉しい気持ちでいっぱいです。道中は後方でしたけども手応えというのはどうでした？ From the middle? Yeah, from the middle because the pace is very fast from the start. So my horse maybe prefer more distance. So I stay in the middle group. The horse was perfect. あのレースがとてもあの速い流れになりましたので、あの、まあ、当選状態にとってはもう少し距離が欲しいかなと思っていたので、あの最後はスタミナ勝負になるだろうと思って中段に控えてあのじっと我慢していました。短期免許で来日して今日までということなんですが、その日に勝てたというのはどうでしょう？ So this is the last day for you to ride in Japan, so the time license. I closed it very well, my mount in Japan. あのとても嬉しいことですし、あの自信を持って今後もあの騎乗に取り組めると思います。おめでとうございました。ありがとうございます。Thank you very much. Thank you.
おめでとうございました。ありがとうございます。さあ、天皇賞確定いたしましたので払い戻しをお伝えいたしましょう。1着は12番当選上段でした。単勝12番3330円、枠連4690円、馬連7番12番の組み合わせ7020円、馬単が12番から7番で23560円、3連複7番8番12番の組み合わせで22790円、3連単が12番から7番8番で214010円という結果でした。副賞ワイドはご覧の通りです。はい、さあそれではレース振り返ってまいりましょう。あ、ごめんなさい、カシオペアステークスの払いですね。はい、どうぞ。1着11番ダイワファルコンでした。単勝11番400円、枠連67440円、馬連が11番13番の組み合わせで2140円、馬単11番から13番で3320円、3連複3番11番13番の組み合わせ3330円、3連単が11番から13番3番で17990円。副賞ワイドはご覧ください。さあ、全員の予想を、はい、あれです、振り返りますか。はい、じゃあ天皇賞振り返ってまいりましょう。まあ、やっぱり枠のこともありまして、シルポートはまあため逃げしちゃいけない馬ならもう事実ですかね。これはシルポートはシルポートの競馬をしに行きますよね。はい、ですけどね、多分2番手がね2秒も走り離れてなかったと思うんですよね。はい、まあ、2秒離れたとしても 1000m58 秒5なんですよね、2番手グループがね。はい、早いですよね、2番手グループでもね。ですからね、まあ、エーシンフラッシュとかね、すごいきつい競馬になりましたね。まあ、アネストリーもそうなんですけども、はい、この後に、そうですね、ビッグウィーク、アネストリー、この辺全員早いんですよね、エーシンフラッシュ、全部早いんですよ。エーシンフラッシュもペースの罠にはめられてる。ローズキングダムも早いんですよ。でミッキードリームも早い。でダークシャドウと当選上段がここですね。でベーナビスタ、ベーナビスタいて、この後ろにね、ここですかね、当選上段いて、はい、ベルーさんこのもっと後ろなんですよね。だからね、微妙なところですね。信玄がそこでしょ。まあ、逆にジャガーメール、まあ、この辺名所ベルーガあたりなんですけども、だブエナビスタもなんですかね、後ろすぎる競馬になること多かったですけど、うん、それをやっていたらひょっとしたらもっと届いたかもしれないという気もしますね。はい、そういうことです。皮肉ですね。はい、皮肉ですけどしょうがないですよね。人気も背負ってますから、岩田騎手のいいところは位置取り積極的というところですからね。そしてね、今見ると分かるんですけどもね、ブエナビスタを当選上段はハスに見ながら競馬してるんですよね。はい、そして直線はちょっとコースありませんでしたね、ブエナビスタ、ね、ブエナビスタはないんですよ。はい、で直線はね、こうちょうどね、トゥーザグローリーがねのトゥーザグローリーを先導にしながら空いたところを出てくるんですよ。はい、ペルーさんもね惜しいんですけど、ちょっと外回りすぎ、ちょっと後ろすぎ、その辺はちょっと本当微妙なところなんですよ。エーシンフラッシュなんかすごい強い競馬してるんですけど、そうですね、最後の最後に失速。はい、ブエナビスタもね、まあ、バラけてから伸びてくるんですけどね。これダークシャドウ、ね、トゥーザグローリー、エーシンフラッシュ実は強いですよね。いや、トゥーザグローリーとエーシンフラッシュはね次は思い切って買いたいなという買いたい感じもしますよね。まあでもね、ハマりましたね、これは。ハマったですね。今、まあ、手元に全着来てるんですけれども、うん、8着のミッキードリームまでがウォッカのレコードに入ってる。1分57秒2に入ってますよね。ミッキードリームも強い競馬でしたもんね。はい、ちょっと残念ながら名勝ベルーガが競争を中止してしまったようなんですが、ご覧のようになりまして、まあ、やっぱりアーネストリー、あの辺も早すぎるチームだったんですね。ビッグウィークなんてのはね17着ですからね。はい、まあ、大外枠も響いたと思いますよ。ちょっと出して取りに行きましたからね。はい、うん、まあ、本当はと私ごとで恐縮なんですけども、はい、ペルーサが抜けました。抜けちゃってましたか。はい、ちょっとそれでがっかりされてる。はい、こんないい本命打てないです。で、本命は大的中だったんですね。でもね、馬券は外れなんですよ。そういうことがあるんですよね。さあ、予想対決の結果なんですが、はいはい、こうなりまして、ムクさんの一人勝ちということになります。一人勝ちですけど、やられてます。すごいですよね。やられてますんで。そしてウィン5は1億6213万1000円、まあ、つきますよ、それは。新潟平野君と当選上段ですから、やっぱりこのくらいはね、素晴らしい。一番人気も割れてるところが来ましたんでね。はい、さあ
ということで、ちょっと悔いも高級は残念でしたけども、ちょっと残念でした。浮かれてしまったのがね、ちょっとあだとなった感じですね、はい、すいませんでした、そして吉田さん、本当に今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。我々ちょっと剣道将来の計があるかどうか、まあ、来年いつとも言えない、放送があるのかどうかも分からないまま、またぜひお分かりしますけれども、機会があればね、まあ、あとこれから G1 シーズン続きますし、はい、まあ、週中のうちにまた JBC もあります、はい、3日の日に大いにありますんで、はい、G1 シリーズみんなね頑張っていきたいと思います、はい、キャベルさん本当にどうもありがとうございました。それではまた来年お会いしましょう。さよなら。